しゃっくりを5秒で止める方法。こんにちは、内科医の松本明子です。しゃっくりは横隔膜の痙攣と言われ、止めるためには一般的には息を止める、水を素早く飲む、驚かせてもらうなんて方法がありますが、なかなか止まらない時もありますよね。今日はしゃっくりを止めるために最初に試してもらいたい方法を紹介します。まっすぐに立って、恥骨のあたりから下唇までをなぞる。恥骨のあたりから下唇までをなぞる。恥骨のあたりから下唇までをなぞる。たったこれだけです。なんと5秒で止まることもあります。ぜひお試しください。ちょっとだけ解説しますと、これ任脈、体の中の経絡の中の一番大事な任脈を整える動きです。しゃっくりというのは電気信号と一緒ですから、任脈で体の中の電気信号を整えてしゃっくりを止めるというわけですね。ぜひしゃっくりの時はお試しください。まれですが、しゃっくりには重大な病気が隠れていることもありますので、あまりに続く場合は医療機関で相談してくださいね。今日も最後までありがとうございました。またお会いしましょう。